山中良平はトップリーグ神戸聖光コベルコスティーラーズに所属するラグビー選手。14歳からラグビーを始めた。東海大業母子高校で3年時に全国高校大会優勝を果たす。早稲田大学スポーツ科学部では副賞を務め、大学生ながら日本代表にも選ばれ、2010年5月8日に行われた2010年アジア5カ国対抗アラビアンガルフ戦で、 日本代表初キャップを獲得した。なお、早稲田大学時代の同級生に、有田隆平坂井克行、中大理、中浜広司づくり、宮沢正俊、村田広志らがいる。2011年に神戸成功に入団。2011年ラグビーワールドカップ日本代表候補の一人であった。2011年4月の強化合宿中に行われた。 薬物の抜き打ち検査で陽性反応を示す。これは、育毛剤の成分が反応したと報道されている。2011年8月10日、薬物検査陽性反応問題で、国際ラグビー評議会が山中に対し、2011年4月に遡って2年間までの選手資格停止処分を決定した。山中本人は、口ひげを生やすために、 育毛剤を使用してしまったことを弁明した。この資格停止処分に伴い、山中は、神戸成功、コベルコスティーラーズを8月9日付で一時、退団した。山中自身は、会社からの解雇も覚悟したが、当時 GM を務めていた、平尾誠事の計らいで社員として残ることはでき、復帰への希望をつないだ。2013年には、処分期間満了に伴い神戸成功に、 再入団している。2015年、ラグビーワールドカップ2015のバックアップメンバーに選出された。また、同年12月には、サンウルブズの2016年スコットに選ばれた。2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。ありがとうございます。